ベルウィッチア、ベルウィッチア、学名、は、グネツムゾナに属するらしい植物である。ベルウィッチア科に分類され、このトガの原生種は、本種のみである。アフリカのアンゴラ及び、ナミビアのナミブ砂漠に分布する。一体のみの葉を伸ばし続ける得意な形態を持つ。寿命は、非常に長い。和名は、砂漠をもと、砂漠をもとや、奇想天外、奇想天外。 生語では、コローズ、または、クラブ、アフリカンス語では、トウィービーラークナイデュド、ダマラ語では、ニャンカ、ヘレル語では、オニャンガなどの名で呼ばれる。生きている化石、とされることもある。1859年9月3日に、オーストリアの探検家、フリードリヒ・ベルビッチュ、ベルウィッチとも、1806年から1872年によって、アンモラの砂漠で発見された。 ベルビッチュは、この記録を、ロンドンディンネ学会のジョセフ・ラルトン・フッカーのもとに、持ち込んだ。これには簡単な記載文が添えられ、現地語に由来するツンボアの属名を与えることが案されていた。だが、その直後に、イギリスの画家、探検家が、ナミビアで別個体を発見しており、保存状態の悪い標本とともに、ツンボは、本種を特定した名称ではない、N ツンボや T チューンボーの形で、 切り株を意味する一般名詞という情報をもたらした。このため、フッカーは俗名をベルビッチュの名に由来する、ベルウィッチアとすることを提案した。ベルビッチュはこれを受け入れ、記載のためにより保存状態の良い標本を提供した。種商明はベインズの名前にちなんだとされることもあるが、この名は1975年にのシノニムとされた。ミラバリスはラテン語で、 脅威のを意味する。本種には2ア種が認められている。アンゴラから得られた元ア種ウェルウィッチやミラバリス、ミラバリスはオバナが赤褐色であるが、ナミビアから得られたウェルウィッチやマラベリスネビビアナのオバナは海緑色である。本種の分類学的位置は、分類体系の更新とともに断続的に変化しており、単型めのウェルウィッチア目に位置づけられることもあったが、現代の分類では、 グネツムメに含められ、最初に、フッカーが提案した分類と比較的近いものとなっている。グネツムメはマツ目と近縁で、このグループと、騎士植物との間でのいくつかの類似性は、修練進化によるものである。グネツムメを含む、ラシ植物の祖先は、古生代の終わりに出現し、ペルム期後期と中生代の植物賞において、優先的な要素となった。 ウェルウィッチ赤植物の化石は白紀前期の南米から見つかっている。初期のウェルウィッチ赤植物は現在より湿度の高い環境に生息しており、この頃にはすでに得意な形態的特徴を獲得していた。現在の狭く乾燥し断片化した分布域は第3期から第4期にかけての生息地の乾燥に起因するとされる。 ナミブ砂漠の北に広がるカオコランドと呼ばれる地域の固有種である。北はアンゴラ南部のベンチアバリバーから南はナミビアのクイゼブ川まで見られ海岸から内陸 100km 程度の場所まで自生する。この地域は極度に乾燥しているが2から4月の雨季には斜面のもとに 100mm 以下の雨が降る。霧からの水分や地下水に依存するためこれらの集まる。 季節的な、川沿いに自生するる。傾向がある茎は木質で分岐せず、高さは最大個体でも1.5メートルを超えないが、植物体の直径は8メートルにも達する。茎そのものは海上でその径は1メートルほどまで。茎の先端は盤上で大きく2列し、それぞれに帯状の葉を1個ずつ持つ。この2枚の葉は、 茎の末端の溝にある分裂組織から成長する。葉は2から4メートルに達すると、木部のねじれや風などの外的要因によって擦り切れて、裂け始め、一見何枚もあるように見える。葉先は、次第に枯れていく。機能する葉を一体しか持たないことから、一時は、本種の形態は、養鶏進化によるものではないかと考えられた。だが、その解剖学的特徴は、 苗木のものとは全く異なり、実際には成長の初期に成長点を失うことによるものだとわかっている。茎の中央部にはくぼみがあり、そこから細かい枝を出し、果女、胞子のおぼをつける。私有一種で、メバナ女は、オバナ女より大きく、共に、海緑色や、深苦色をしている。メバナは、休花状、他のラシ植物と同様に松笠状で、 長さ2から8センチメートル程度。尾花は1.5から4センチメートル、耐火した灰種1つと、小胞子の尾柄6本を有す。種子は、計5から6ミリメートルで黒く、計2センチメートルの薄い皮膜があって有力。種子の発芽後、使用は25・35ミリメートルまで伸び、その後すぐに2枚の本葉が形成される。 潮の成長点は死ぬ。本葉は潮と直角に位置し、生涯にわたって伸び続ける。本種がこれ以上の葉を形成することはなく、茎の分裂組織は本葉の形成後に固始する。乾燥に適応するために、葉の気候から大気中の湿気を吸収し、長さ3から10メートルにも達する根によって、地下水を吸い上げる。また、口倶層が厚く、 気候が葉の両面で同数あり、高い蒸散能力を有しているが、葉を冷却するためと考えられている。この根は栽培下でも、まっすぐに下に伸び、本葉が出る頃には30から50センチメートルに達する。根を詳しく調査したクリス・エイチ・ボーマンは、構造はかなり単純で、先細りになった長い主根と、そこから分岐した太さの変化しない側根からなる。組織は、 繊細なスポンジ状である、と書いている。彼はまた、根の深さは、地上の葉の端から、端までの長さとおおむね、等しいとしている。花粉は風媒及び、昆虫媒により、そうこなされる。総種目、半種目などの昆虫を、そうこな者とし、最も一般的には、星ムシ科に属する、属とすることもあるである。 このカメムシはほぼ本種のみを利用していると考えられる。バオバブ族のような他の植物でもこの昆虫が見られたという報告もあるが、実際にそれらの植物を利用しているかどうかは定かではない。稀に蜂が倉庫な者となることもあり、いくらかの昆虫は球科が分泌する水に引き寄せられている。種子は2枚の翼を持ち、風で散布される。 本種は CAM 型光合成を行うと考えられている。だが、このタイプの光合成による本種の炭素固定量は非常に少なく、その理由は不明である。個体の寿命の計測は難しいが、1000年以上生きると考えられる。いくつかの個体は2000歳を超えている可能性もある。種子から発芽した個体が再び種子をつけるまでに25年ほどかかると、 考えられている。なお、栽培下では、種子の発芽から4年で開花した例がある。世界中の植物園で管理されており、旧植物園、イギリスや京都府立植物園、日本等でも栽培されている。京都府立植物園では、2004年8月13日に、温室から8二株が盗まれた。ナミビアの国章の一部にも用いられている。 ワシントン条約の付属書通に掲載されている。希少植物であることから、ナミビアでは厳重に管理されている。逆説的だが、アンゴラでは内戦で埋設された地雷が人間活動を遠ざけ、ナミビアより本種がよく保護される結果となっている。ベルウィッチャーの成長、繁殖の速度は遅いが、広範囲に多くの個体が存在するため、 現在直ちに絶滅の危機に瀕しているわけではない。しかし、メバナと種子への菌類感染が増加していることは脅威である。感染された種子の発芽能力は極端に落ちるため、ただでさえ低い繁殖力はさらに低いものとなり、将来的な危機をもたらしかねない。さらに加えて、車両による損傷、収集化による採集、しまうまさい、家畜による過剰な食害などの脅威もある。 種子は、専門の業者から入手できる。オーソドックス種子であり、低温、低湿度下で長期間保存できる。野生下でも、種子の成熟には、水分の少ない環境が適している。外種皮を除去することで発芽が促進されるが、これは、種子が、長期の休眠を行わないことを示唆している。はしごの数週間は湿度を保つ必要があるが、水に使ってはならない。 発種前の種子でも、水につけると発芽が阻害される可能性がある。野生個体から採取された種子は、アスペルギルス属、バリエーション、ファネティスの胞子に重度に汚染されていることが多く、発芽後すぐに根腐れを起こす、可能性が高い。この菌は成長途中の芽花に侵入する。受粉しずくの形成に伴って感染が急激に増加することから、これを通して胞子は、 内部の種子に侵入すると見られる。このため、野生化の種子は熟する前に発芽能力を失ってしまうこともある。植物園など栽培下の種子は汚染の度合いが少なく、根腐れの可能性も低い。殺菌剤の手袋ナゾールは感染制御に有効であるかもしれない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。